作っていた、ハイブリッドプロペラがほぼ、完成しました。この後ね、全体にエポキシを塗ってそれで完成です。で、ハイブリッドプロペラっていうのは、詳しいコンセプト、その原理、設計については私の動画第147話と第148話を、ご覧いただくことにして、かいつまんでそのエッセンスだけを、説明しますと、プロペラ全体の中で、プロペラとしての働きの効率が悪い中心部分、ここはプロペラとして機能させるんじゃなくって、タービンとして機能させる。そして、この働きのいい周辺部分、ブレードの周辺部分を、プロペラとして働かせる。その境目は45度、ここの角度が45度、45度よりも立っているとプロペラとしての働きは悪い。だから逆にタービンとして働かせる。45度よりも寝ているところ、ここはプロペラとしての働きがいいので、効率がいいので、ここをプロペラとして働かせる。で、このタービン部分で水流を受けて、水流の中から回転エネルギーを取り出して、その回転エネルギーを、ブレードのこの周辺部分、ここに伝える。だから足で漕ぐ、力とこのタービンの力が合わさって、ここのプロペラの部分に働く、こういう、コンセプトです。だから名付けてハイブリッドプロペラ、タービンとプロペラのハイブリッド、まあそういう趣旨です。これが完成しました。ですので、次はこいつを私の手作りの、人力ペダルボートおばあちゃん号に装着して、実際に海に出て、テストしてみる必要があります。そのテストっていうのは、このハイブリッドプロペラじゃなくって普通のプロペラだった時の、最高速が風下側時速11キロ、風上側時速 8.5キロ、平均して時速 9.75キロメートル の、結果が出てますから、それを上回って、時速 9.75キロメートル 以上、まあ、だからあれですよね、時速 10キロメートル 以上が出れば、このハイブリッドプロペラのコンセプトは有効であるということが、実証できるわけです。ただね、今ちょっと台風が来ててね、海はこれから荒れるんですよ。今日も風ちょっと強いんですけど、だから台風が去った後、海がないで、それからテストっていうことになりますから、それまでの間ね、ちょっと次の動画までは時間が空いてしまうかもしれません。で、そのテストが、成功すれば、このハイブリッドプロペラは有効であるということになって、ただし、このハイブリッドプロペラ、これを使うわけではありません。これね、実際にこいつでおばあちゃん号を、運用していこうっていう意図はないんですよ。これ単なるテスト用のプロペラです。というのも、このハイブリッドプロペラ以外にも、コンセプトがあって、それらのコンセプトを融合した一つの新しいプロペラにしたい、こういうことなんですね。私の動画で第132話、今からもう2ヶ月以上前ですけど、2ヶ月以上にわたってそのいくつかのコンセプトを融合させた新しいプロペラを開発させようとしてプロジェクトが進んでます。で、このハイブリッドプロペラっていうのはそのコンセプトの一つに過ぎません。でね、他にどんなコンセプトがあるかっていうと、第132話からさまざまにプロペラについて研究し、実際に設計し試してみた結果、
全部でね5つのコンセプトが、その中から現れてきたんですよ。でそのうちの3つはすでに、有効であるということが実証できてます。で1つは有効ではないっていうことがはっきりしてます。で5つ目がこのハイブリッドプロペラで、そのそれぞれのコンセプトをちょっと説明しますと、まず第一のコンセプトはね、直径40センチ、直径40センチであることなんですよ。おばあちゃん号は設計上、プロペラは、直径40センチ以上のプロペラを装着することは、できません。なぜなら、船体から、下に大きくはみ出して、そしてプロペラの先端が海面から出ちゃうから。だから、今のおばあちゃん号の設計では直径40センチ以上のプロペラっていうのは、装着できないんです。とするとね、直径40センチでいくか直径30センチでいくかっていう選択になるわけです。でこの選択の中では断然40センチです。なぜ直径40センチのプロペラの方がいいかっていうと、これはもう解明済み。プロペラのブレードは、ピッチを合わせようとすると外側が寝てきます。で中心部に行けば行くほど立ってきます。でブレードに対して、力っていうのは、垂直に働きます。これはねもう実験済み。ブレードに対して力は垂直に働く。だからブレードが立っていると垂直の力っていうのはボートの進行方向に対してずれちゃうわけです。で外側へ行けば行くほどブレードに働く力とボートの進行方向が一致してくる。だからブレードっていうのは外側へ行けば行くほど働きの効率が良くなるんです。で同じピッチで、プロペラの直径を縮めてしまうとみすみす働きのいい部分、例えば直径40センチから直径30センチに落とす、5センチずつ短くするわけです。とするとプロペラの働きのいい部分、働きのいい部分をみすみす5センチ失ってしまうわけです。そうすることによって、プロペラの性能は落ちます。これはもう実証済み。なので、同じピッチであるならばできるだけ大きなプロペラの方が良いということになります。でピッチの自由度っていうのは、幅はそれほどありません。なぜならギア比が8ってもう固定されてるから。これが、おばあちゃん号の、ペダルユニットです。もうこれ中にもうギアが入っていて、そのギア比は8って固定なんですよ。このペダルユニットを新たに作り変えない限りギア比を変えることはできません。ギア比は8で固定なんです。だから、ギア比8っていうのを前提に考えなきゃいけない。とすると、プロペラの回転速度を変えようと思うと足で漕ぐ足の回転速度を変えなきゃいけないわけです。でもそれには限度がある。標準で1秒に1回転、ペダルは1秒に1回転、で、ギア比が8ですからプロペラは1秒に8回転、これが標準設定です。実際にはね、1秒に1回転よりももうちょっと早く漕ぐことができます。経験上1秒に 1.2 回転ぐらいは、漕ぐことができるんですけど、まあ基準として、1秒に1回転、プロペラ秒速8回転、これを基準に考えます。とするとどの程度のスピードを出したいかっていうことによってピッチがもう決まってきます。今このプロジェクトね、第132話から始まる、もう2ヶ月以上取り組んでる新しいプロペラの開発のプロジェクト、
このプロジェクトの中では、目標値は、最高速で時速 12km を目標値としています。ということはですよ、もうピッチそれで決まっちゃいます。時速 12km を出そうと思うと、計算上このプロペラの最外周部、ここの角度は18度って決まっちゃいます。だから、もし、これを30センチのプロペラに縮めるとしたら、最外周部の角度はこうなるわけですよ。もっと角度が立ってきます。そうすると力の働く向きが、進行方向からそれることによって、効率が悪くなる。だから、プロペラの直径は同じピッチであるならば、大きければ大きいほど、効率がいい。ただし、設計上の限度っていうのがあって、その最大値は40センチ。だから現実的な問題として、直径40センチでいくか、直径30センチでいくかっていう選択においては、断然直径40センチとなります。これがコンセプトの第一。できるだけ大きく、直径40センチでいくということですね。で、コンセプトの第二は、今の説明とちょっと、重複するんですけど、できる限り、ピッチは小さくしなければいけない。できる限りブレードの角度は、寝ている方がいいということが言えます。ただし、ここで2つの制約が、生じます。ピッチを寝かせれば寝かせるほど、同じ速度を出そうとするとプロペラの回転を速くしなければいけません。制約の、1つ目、同じギア比8でプロペラの回転を速くしようとすると、ペダルを漕ぐ足の動きを速く、しなければいけません。でも足の、ペダルの足の回転には限度があって、まあとりあえず秒速 1.2 回転ぐらいっていうふうになるんですけど、だからどこまでもプロペラの回転を速くすることはできません。とすると、目標とする速度から考えて、プロペラの、回転の限度というのを考えれば、おのずとピッチの限界も、そこで生じます。あまりピッチを小さくすることができない。でもう一つは、プロペラを速く回転させなければならないとなった場合、物体が水の中で回転するわけですから、それで摩擦抵抗が生じます。で、その抵抗バカにできません。だから、プロペラの回転を、プロペラの効率を、高くする効果があったとしても、その分早く回転しなければならないっていう風になってしまうと、今度は摩擦抵抗が増えて、プロペラの効率と、相反する、二律背反の、関係になります。とするとおのずとどこかにピークが生じて、ここがベストっていう、バランスの点が、生じます。経験上それはこの角度18度だっていうことが、分かってます。試したのは、直径40センチのプロペラでは23度、18度、13度、この3つを、実験してみました。で、その中でベストだったのが18度です。18度、ピッチでいうと、プロペラが秒速8回転の時に時速 12km が出る、ピッチ速度、ピッチ、ということに、なります。これが2点目。
3点目はトロイダルプロペラであることです。トロイダルプロペラっていうのはね、これがまさにそうなんですけど、ブレードが折り返されて輪っかになってる。そのことによって何が得られるのかっていうと、このブレードの周りにできる水の渦、これをこのブレードの中に閉じ込めて渦が外に出ていかないっていう、そういう効果があるんです。ブレードのね、プロペラのブレードの前と後ろ、ここにね、水圧の差ができます。で、水圧の差ができると何が起こるかっていうと、水がね、循環するんですよ。で、この翼端、ブレードの端っこからそれが渦となって、ちょっとどっち回りかちょっと分かんないけど渦となって、出ていってしまいます。で、出ていってしまうと何が起こるかっていうと、その渦が、生じた分だけエネルギーを失います。で、そのことによってプロペラの、効率が落ちます。そこにエネルギーが逃げていってしまうから。だから、そのエネルギーを逃がさないようにするために、ここを折り返して輪っかにして、で、翼端がないようにする。これがトロイダルプロペラの、設計の本質です。で、これがまさにトロイダルプロペラの、この輪っかになっている形状なわけです。このトロイダルプロペラね、私の、考え方のミスで直径30センチにしちゃったんですよ。でも直径40センチのプロペラに匹敵するぐらいの、性能がありました。だから、直径40センチで作れば、どれほどの性能があっただろうかっていうことを今、悔やんでるんですけど、今度は間違いなく40センチにします。で、トロイダルプロペラであること。で、コンセプトの4つ目は、このプロペラのブレードの断面です。断面の形状が、まるで飛行機の翼のように、背中が膨らんでること、ね、ボートでいうとこっちが前ですから、こう回転するわけです、ね、だから翼に例えるとこっちが背中側がこう膨らんでいて、お腹側がこう平らで、断面がね、こういうふうにこう飛行機の翼のようになってる。これによって、推進力が増すかどうかっていうテストをしたんですけど、これについてはね、効果はありませんでした。この断面の形状によって推進力が増したかもしれないけれども、その分抵抗も大きくなって、この厚みが増した分、この回転の抵抗が大きくなって、それぞれに相殺し合って効果はゼロ。この形状にする前の、速度と、同じ速度しか出ませんでした。性能が上がってればね、スピードは増したはずなんですけど、最高速を計測したところ、同じ速度でした。だから、この4つ目のコンセプト、これは効果がなかった。なので、これは、次のプロペラには、盛り込みません。この翼断面の形状っていうのは次のプロペラには、設計には加えません。そして、5つ目のコンセプトがこの、ハイブリッドプロペラ、ね、タービンとプロペラのハイブリッド、このプロペラ、これを、これが5つ目の、コンセプト、あるいは有効なものだけを数えれば4つ目のコンセプト、になります。で、この4つのコンセプトを、次の、1つのプロペラに、融合します。だからこのハイブリッドプロペラっていうのは、テストのためのプロペラで、
今後長きにわたってこのプロペラを使うっていう意思はありません。こいつでテストをしてみるためだけのプロペラです。でテストの結果、ハイブリッドプロペラっていうのが有効であれば、次に作る新しいプロペラっていうのは4点を盛り込みます。直径40センチ、外周部の角度、最外周部の角度、ブレードの角度18度、トロイダルプロペラ、そしてハイブリッドプロペラ、この4つです。もし、ハイブリッドプロペラが有効ではなければ、コンセプトは3つになりますね。40センチ、18度、トロイダルプロペラということになります。で、私の、独自の設計、ハイブリッドプロペラが、私の意図通り、効果を発揮するかどうか、それが、次のテストで、その次のテストのさらに次には、実際、その有効だったコンセプトを、全部盛り込んだプロペラの、作成に取り掛かります。